昔日よ、星に。なんやかにゃあって中華系マフィアに牛耳られて末法めいた忍者スレイヤーのような世界観になってしまったネオ歌舞伎町を舞台に、そこで既得権として牛耳っている北斗の拳のようなボスたちをメスの忍者がマフィア殺すべし、慈悲はないするような漫画。ヒット作のいいところをつまみ食いしたような漫画であり、忍者スレイヤーの良いところと北斗の拳の良いところをバランスよくシナリオに落とし込んでいるし読みやすい。主人公の忍者は公安6課のような場所から極秘裏に歌舞伎町浄化作戦の依頼を受けたが情報が中の誰かにリークされてしまい、致命傷を負い、歌舞伎町の託児所に命からがら逃げ込むことに成功する。そこで保護さんをしつつマフィアの幹部たちを今度こそ忍殺するというシナリオ。